森保二さんの原画展モグラの動画部屋を見てきました。これはですね、吉祥寺の一日っていう古本屋で開催しているもので、森保二さんのね展示が行われるの今回で4回目ですね。それぞれ展示内容がいつも違うんですけど、アニメーションのイメージボードがね展示されてる時もあったけど、まあ今回は森保二さんが描いた絵本だとか、まあ童謡ですね、動画の本に掲載された挿絵だとかが展示されてます。これはモグラのアトリエっていう画集が発売されたことを記念して、まあ今回行われた展示ですね。まあ、記念してというか、まあ、この本を作るにあたって発掘された絵があるので展示しようと思われたんだと思います。まあ、動画で見てもらったようにね、展示場内で画集も発売されてるんですけど、実はその画集はもうすでに持っていて、僕が今回買ったわけじゃないんですけど、これは去年の夏ぐらいだったかなに発売されて、まあその時に買ったんで、もうすでに持ってはいたんですけど、まあ、この本を作るにあたって発掘された絵が今回展示されてる感じですね。ただこの絵っていうのも、その原画じゃないんですよね。原画ではなくて、まあ印刷物から起こしたものですね。精巧に写されてるんで、まあ綺麗なものなんですけど、まあ原画ではありません。まあ展示はね、撮影 OK だったので、まあ皆さんご覧になったと思うんですけど、まあよかったら実物も見に行ってみてください。で、森保二さんって、もしかしたらこの動画ご覧になってる方、知らない方もいるかもしれないんですけど、森保二さんっていうのは宮崎駿監督の、まあ先輩アニメーターですね。東映動画に入社した時の先輩アニメーターです。もう先輩も先輩で大先輩なんですけど、森保二さんっていうのは、この方ですね。この方が森保二さんです。東映動画っていうのが、まあ、日本のね、アニメーションの始まりって言われてるんですけども、その東映動画ができる前から、まあ、アニメーションを作っていた人が、この森保二さんで、宮崎駿監督の大先輩です。宮崎駿監督の絵っていうのは、今、ジブリの絵っていう風に言われてるじゃないですか。ジブリのキャラクターって言うとね、思い浮かぶ絵があると思うんですけど、まあ、あの絵の原型を作ったのが、まあ、あの絵の原型というか、あの絵の元にあるのが森保二さんと思ってもらっていいかもしれないですね。森保二さんっていうのがもうその昔にこういった可愛いキャラクター、元祖ゆるキャラみたいな可愛いキャラを描いていた人で、まあ、その絵が元になって現在のジブリに繋がっていったみたいな意味ですね。小田部陽一さんだとか、大塚康夫さんだとかが宮崎監督と一緒に仕事した人としていますけど、まあ、その大元ですね。森保二さんは。と思うんで、まあ、ジブリファンの人はできたら森保二さんも追いかけてもらえると、まあ、結果的に宮崎さんを追いかけることにもなるかなと思いますね。この今回展示された一日っていう古本屋では、以前この奥山玲子さんの展示もやっていて、これですね、銅版画集。これ展示していたこともあって、銅版画集とはあれだったかな、アニメーションの展示もやってたことあったかもしれないですけどね。アニメーション画集の時の展示もあったかな。その時だったか、小田部陽一さんがいらしてて、その時にサインをいただきました。サイン書いていただいて、写真も一緒に撮っていただきましたね。吉祥寺の古本屋の一日っていうところはそういったね、ちょっと小さい展示なんですけども、結構こういったアニメーションの展示をやるんですよね。それで小田部さんにその時書いてもらったのがこのサインですね。小田部陽一って表紙に書いてもらったんですけど、まあ、母を訪ねて三千里の本に書いてもらいました。まあ、母を訪ねて三千里では小田部さんはまあキャラクターデザインと作画監督をされていたので、もう小田部さんいらしたらサインをいただこうと思ってこの本をわざわざ持ってったんですよね。そしたら小田部さんよくこの本持ってましたねって言ってくれましたけど、もうとてもいい方でしたね、小田部さんは。森保二さんはもうお亡くなりになってるのでいないですけど、まあよかったらまだこれ開催しているうちに見に行ってみてください。1月31日までやってます。最終日は17時まで。あ、そうですね。24日と最終日は17時まで。火曜日定休です。はい、ということで今回は森保二さんの原画展モグラの動画部屋を見に行った動画でした。はい、それじゃあまたね。バイバーイ。